ゃいませ。ありがとうございました。よし。例の裏ビデオ屋は今日兄貴がきちっと締めました。あれだけやられりゃもう勝手な商売はしないっす。でそいつからいくら取れたんだ。それはビデオ屋から取り上げた金は高校生に返しました。ラビデオって言っても偽物だったんで。そうそうか。なら聞いてみるのか。はいはい。そっちはバッチリっす。カシカシの命令通り財布を取り上げてきました。入ってます。めずらしい挑戦じゃねえ。なんていうわけだろ。このビルは若が使ってる銀行のもんだ。おいじいじ、若がどこに行って行ってだ。やれよ。どうしました。ヤクザの先にやりやりしてやらねえのか。なら教えてやるよ。お前の関節にやめやがった途中、そんな無駄もあれだけだね。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。おいちちちょっと待ってください。はいはい。
さい。もう少しうまくやれねえのか、ジョジョとは。カシガワは俺が嫌いでしょうがないですよ。俺はしのぎでカラキシですから。ジョジョのもちもちもちがわかれ。組の金庫番としてそれなりに苦労してきたんだ。それは分かってるんですけど、カシガワの状況ってのは俺の考えとはどうも違うような気がして。俺の場合は金よりもっと人事人事だ。人それぞれの考えが全然いいのさ。それが荒川組のパーティーってもんだ。パーティー、お前言い過ぎだったろ。まるで考えてみろ。必ず一つの組織ってのには個々の役割ってのがある。お前がいない後先考えねえで前に突きつけのやつがいて、フォローしてくれるレースがいて、たるんだ空気を引き締める沢城がいない。そうやって組織が回るんだ。なるほど。じゃあおやっさんは王様さね。王様か。まあどちらにしても俺にとっちゃみんなな可愛い息子だ。そういや今日はマサトの面倒を見てくれたんだろう。はい。すまねえな、レナ。家のことまでお前らの助けを借りて。どうだ、あいつ元気にしてたか。そいつはよかった。ザキヤ、俺の電話にも出やしなくてな。組じゃ王様でも家庭じゃ裸の王様ってところだな。さて、じゃあ20世紀を締める飯を食いに行くか。な、一番うるす。ああ、どいつもこいつもイチャイチャイチャしてますね。お前、女の方どうなんだ。いません。俺は女にはカラッキシで。しけたくだじゃじゃって。そりゃ、おやっさんはモテたでしょうけど。てめえ石、何舐めた口聞いてやる。いや、過去形で言うな。今も現役でモテてんだろうな。でもな、俺も、こいつとなら正体持ってもいいと思った女は今までに一人だけだ。え？マサトの母親だよ。ああ。まだお前には詳しく話したことはなかったっけな。ええ。もうお亡くなりだとは。一応。24年前のちょうど今日、大晦日だった。俺は氷川興産って組の下っ端だよ。そこの組長から娘をもらってくれねえかと言われてた。それが若のおふくろさんすか。慌てんな。俺が心底惚れてたのは別の女だ。あかねえと言った。え、でもそれじゃ組長のお嬢の方は適当に返事はぐらかしてりゃそのうち立ち消えになると高く食ってた。だからあかねとは隠れて付き合ってたよ。あれは子供ができたって言ってくるまではな。どなりゃお嬢か茜かどっちと一緒になるか考えるまでもね。ただ茜と子供のことを組長に蹴り出すきっかけは見つけられなかった。でようやく腹決めたのはもういつ生まれてもおかしくねえって時期よ。俺には決めた女がいる。組長に頭下げてそう言った。ただじゃ済まなかったですよね。散々袋叩きにされて年を越した頃には半殺し。それだけで済めよかったんだがな。え、組長は茜と腹の中の子供まで殺せと組の門に命じたんだ。そんな、いくらなんでもそこまで。ああ、
さすがに俺も耳を疑ったよ。組長はマジだった。あそこの組じゃ殺した人間をしたいことを始末しちまうこともあった。組長のメンツ潰した俺らもその標的にされたわけだ。そっからはどうやってその場を切り抜けたのか。俺はとにかく死に物狂いで逃げ出した。向こうも俺を半殺しにしたと思って油断してたんだろう。その時茜はもう産気づいてて病院に行ってた。俺は電話をかけてすぐにその場を離れるように言った。首の門が病院に差し向けられてたからな。そして街を出ようとこの店で落ち合うことにしてた。喫茶アルプスな。あ、だが何時間経っても彼女は来なかった。連中に捕まっちまったのかと思った時、俺宛に電話がかかってきた。茜か。うん。お前何してんだ。てっきり奴らに捕まったかと。赤ちゃん生まれたの。え、私たちの赤ちゃん。おでもすぐそこにも奴らが来て、だからもう逃げるしかなくて。わかった、今どこだ。すぐ迎えに行く。新宿駅のコインロッカーのとこ。よし、そこで目立たないようにしてろ。マスミ、ダメ、奴らが来た。どうしよう。アカネ、連中は赤ん坊を抱えた女を探してる。赤ん坊をロッカーに隠して目立たないようにそこを離れろ。赤ちゃんをロッカーに。本気？大丈夫だ、赤ん坊は俺がすぐ取りに行く。お前は安全な場所に着いたらアルプスのマスターに居所を伝えてくれ。急げ、赤ん坊をロッカーに。お願い。赤瀬、おい、いたぞ、女だ、行け行け行け。おい赤瀬、女はくそ、どこ行った。おい、早く探せ。くっす。警察に通報する。
大丈夫かよ、しっかりしろよ。どけ。赤ん坊を抱えて俺は病院に駆け込んだ。するとマサトを見てくれた医者は低体温症による多臓器不全だと。若の病気はその時から。あの日は寒い夜だった。なとこも、いや一分でも早く俺が抱きしめてれば後遺症を免れた可能性があったらしい。おやっさんのせいじゃないっすよ。だってそんなの仕方なかったじゃないですか。イチ、マサトのことをお前にも苦労かけるな。苦労だなんてそんな。結局茜とはそれきりだった。あいつは馴染みのスナックに逃げ込んだが、そこにも手が回ってた。氷川興産に連れ去られて殺された。俺が赤ん坊を病院に運び込んでた頃にな。氷川興産の組長と組員の何人かはそれから何日も死ねうちにこの町から消えた。組は潰れたよ。それってもしかして大家さんが。いえ、何でもありません。長話に付き合わせちまったな。だがお前にはいずれ話しとこうと思ってた。当世のとはいえ、お前も俺の息子だ。そんな、俺なんか。しけた話はこれまでだ。さあ、とっとと飯を食いに行くぞ。腹ペコだ。へい。せっかく一から王様の称号を授かったことだ。今夜は中華の王様でも食うか。中華料理の王様。あ、餃子っすか。中華の王様といえば北京ダックだ。北京ダック。北京ダックってアヒルでしたっけ。うん、釜の中でアヒルを丸焼きにするんだ。焦がさねえように慎重にな。食うのはパリッパリに焼けた皮の部分だけだ。飴色になった皮を添えで薬味と一緒に生地に巻いて食う。すると皮の香ばしい匂いと甘辛いタレが口いっぱいに広がる。うまそうっすね。中国でも昔は宮廷でしか食えなかったって料理だ。そりゃ中華の王様で間違いないっすよ。よし、じゃあカムロ町で北京ダックが食える店を探さねえとな。うっす、絶対見つけてみせますよ。